ト経済から見える新しいビジネスの形の第2弾ということで、そのギフト経済を体験する場であるカルムキッチンについてご紹介します。ギフト経済とは本送りが巡回する経済です。それを体現する場がカルムキッチンです。カルムキッチンに行きますと、あなたのお食事はあなたの前にいらしたお客様によって支払われています。でお客様は食事代を支払う義務はありません。よろしければいただいたご恩をあなたの誰かの好きな方法で、好きなタイミングで、好きな方に別の誰かに送ってくださいと言われます。このカルムキッチンというのの始まりはアメリカです。アメリカのバークレーで2007年に始まりました。このカルムキッチンを主催しているのはサービススペースという団体なんですが、その創始者であるニップンと私たちの仲間であるユカは出会いました。ユカはそのニップンさんの話を聞いて、そしてアメリカでそのカルムキッチンを体験して、日本でもぜひやりたいと思ったんですけれども、払う義務がないとか、そのことしちゃったら誰も払わないんじゃないのっていうようなことを言われながら、なかなか実行に移せないでいました。その状況が変わったのが 3.11 の後になります。震災後に出会った仲間8人とカルムキッチンを実行に移すことになりました。で第1回は2012年の5月、恵比寿のパレットさんというカレー屋さん、スリランカ料理屋さんでした。その後、麹町のレストランですとか、あとは、大塚のレストラン、おうちカフェ、あとはサインウィズミーさんというところ、文京区のサインウィズミーさんというところ、そしてこちらが京橋のラ・コクシネルさんというところ、そして最近では何度かやらせていただいているのが、浅草橋にあるゲストハウス、リトルジャパンさんの、の1階にあるカフェバーになります。こちらでは子どものカルムキッチンもやらせていただきました。今も今後もぜひやろうということを計画しています。あとは、金のマドレーヌ工場さんですね。こちらはこうエシカルというか、体にもいいし地球にも優しい食材で、とっても美味しい、マドレーヌを作っている作って食べられるカフェになっています。でこちらはマドレーヌを買ってもらうことで、そのベトナムのに学校を作るというような社会貢献にもつながるようなカフェです。こういった場所で、東京のあちらこちらでやっているカルムキッチン東京ですけれども、これがこう全国に広がるような動きになっています。カルムキッチンはまず受け取る体験ですね。お客様となって受け取る体験をした後、今度はスタッフとして与える経験をしていただく。それが優しさの循環につながるんじゃないかなと思って、こういう順番でやらせていただいています。で、スタッフもですね、主催はカルムギフト経済ラボなんですけれども、その毎回スタッフはお客さんになっていただいた方からやりたいって言ってくださる方をスタッフにしていくことで、さらにこう、このギフト経済の循環が広がっていくというような仕組みになっています。でさらに、以前ですね、カルムキッチン東京やっていたメンバーが、蒲田でもカルムキッチンをやろうということで、蒲田で、開催しました。でその際には、カルムキッチン東京で預かっているギフトの一部を蒲田にお渡しして、さらに蒲田で始めたいメンバーからもこう資金を出して、1回目が開催されました。でさらにその蒲田でいただいたギフトの一部を、今度は山梨の盆送り食事会、このカルムキッチン方式の食事会にギフトさせていただいて、ギフトして、でそこからまた山梨のこうでもカルムキッチンが始まるというような形で、それがですね、横浜の蒲田でもありますし、ペイフォワードカフェという名前でこちらもカルムキッチン方式で福島でもやっていただいているところ、やっているところがあります。そしてですね、先ほどご紹介した横浜のカルムキッチンですね、に参加してくれた中学生が、島根県の隠岐島前高校に進学されまして、その高校生のカルムキッチンを、今回実現しました。
で、こちらも、やはり最初は、中学生で経験した子は、このカルマキッチンというものをどういうものか知ってるんですけれども、一緒にやる高校生の仲間たちにもカルマキッチンを体験してもらいたいということで、後期から参加できる末裔でですね、カルマキッチンを、島根でカルマキッチンが始まりました。それに、今度、高校生のカルマキッチンをやる仲間たちもお客様としてまず参加しました。そしていよいよ、隠岐島前高校のカルマキッチンを島根の、隠岐諸島の海士町ですね、そこで始めました。で、彼女たち3人は、町の、あ、こう、町の人たちにいろいろ助けを求めたり、ご協力をお願いしたりしながら、すごく共感して一緒にやっていただこうっていうお店もしっかり見つけてきてくれまして、このラディーチェさんというイタリアンレストランで開催しました。で、彼女たちの、ご家族ですとか、ご親戚の方から食材もギフトしていただいたり、皆さんにこのカルマキッチンがどういう仕組みかっていうことを説明するような、文章も手書きで手作りで用意してくれました。そして、この写真を見ていただければ分かるように、お客様もとても笑顔で、ちょっと、球児はぎこちないところもあるかもしれないですけれども、本当に思いの詰まったカルマキッチンを実現してくれました。本当に頑張ったので、心からの、ちょっとほっとしたような笑顔がここに この写真に表れていると思います。カルマキッチンで大事にしたいこと、一番大事にしたいことは、お送りのこの循環につながるような心の変容です。これを一番大事にしています。そうは言っても、なかなか、カルマキッチンもコロナ禍ということもあって、なかなか開催できない、参加できないという人も、今日からできるお送りというものをご紹介します。先ほどご紹介した浅草橋のリトルジャパンさんでは、何ですかね、常設で、お送りコーヒーというのを用意していただいています。こちらもカルマキッチン方式でコーヒーがいただける仕組みになっています。あとは身近なコミュニティでですね、全く知らないところで誰かにギフトって言われると受け取る方もちょっとびっくりしちゃうんですけれども、自分の身近なコミュニティの中で、例えば次の日自分が買ったコーヒーを次の人も飲めるように、そのコーヒー代をそっと置いておいて、ちょっと一言添えておくとか、そういうことで、お送りのスタートは誰でもできると思うので、皆さんぜひ試してみてください。